クハートは死んだ。随分な死に方だったな。俺たちはやるべきことをやっただけだ。見事だったわ。ブックハートが死んでカルテルの訓練プログラムに支障が出てるはず。損失を補うためにサンタブランカは手薄になる。警戒が緩んでエルムロに近づくチャンスも生まれるはず。その通り。カルテルは何年もボリビアを支配してきたけど、それにようやく対抗できるようになってきたわね。その調子よ。エルムロは私を殺す気だった。私も奴を殺す気だった。黒は復讐のために、白は安全のために、金は成功のために。さて、この二人の男の相反する祈りを聖人はどうやって聞き届けると思う？私の経験上、神は常に金を持ち、手下を引き、権力のある者に味方をする。私は信頼できる男を失った。兄弟よ、奴に忠誠を誓う者はどれだけいる？奴はどれだけの力を奪っていく？その力で私を仕留められるのか？だが有利なのは常に私の方だ。奴とは一緒に育った。考え方は分かっている。次の手など分かりきっていた。ただ待っていればよかった。